はいと、ブレイブリーデフォルト2実況プレイのパート39やっていきましょう。シーギルドマスターのアスタリスク手に入れましたね。これからその街の怪しい絵を調べるということで進めていきたいんですけれど、クエストの消化もしていきたいので、ちょっと待ってね。間違えた。なんか久しぶりにやるからな。とりあえず、宿に行こう。何すんだっけ。フェイクスの茶葉を収集。やりましょう。パッパと終わらせます。あいつらだっけか。ベロニカだった。危ない危ない。さあ覚悟なさい。倒れなさい。祝杯をあげんとな。なるほどなるほど。両手立て。攻撃力なくなる代わりに防御力がめちゃくちゃ上がりますね。どういう状況なんだろう。でもこれを利用する攻撃手段とかも多分ありそうだよね。レーラーズでどれだ。そんなやつ戦ったっけか。これか？こいつか？こいつだ。さあ、かかってきなさい。どうするの？いきなり2体出てくるし。投げる。斧に、あ、でもそんな強くないじゃん。いけ。
兵器だ。全身全霊をかけます。魔力の息吹よ。やっ、どうするか。戦うができない。こいつは効くぞ。気を抜くだ。私の番ね。えい、行くわよ。うまくいった。やったね。こんなものかしら。実に興味深いな。オッケーオッケー、あと2つ。てか盾だと攻撃ができない。当たり前なんだけどさ、盾でぶん殴るのかなってね。何事もトライしてみることが大事だと思います。いるか。一体ずつしか分かんないとこだとめんどくさいぞこれ。近辺の森とかには出てこないのこれ。出ないっぽいな。マジか、これはなかなか大変だぞ。あ、出るじゃん、昼間でも。えい、行くわよ。やった、やった。力が、みなぎる。次だ。しよう。気をつけろよ。力が悪い。少しは様になってきたかな。あと一体。よしよし。私の番ね。うまくいった。会心の出来だ。悪く思わないでよね。力が我に投げる。余裕でしたね。オッケー。こんなもんか。結構な数が集まったんじゃないか。茶葉界の貴婦人と言われるものがこんなに。ああ、お主の協力あってこそだ。どんなに感謝してもしきれんぞ。今日は人生が変わる茶を飲ませてやろう。どう、いかんいかん。その前にあの商人に会わんとな。行くぞ。おい、でこの茶を届けて、まあ、報告済ませて、まあ、多分なんかまたイベントが発生すると思うので、それ見たらね、その怪しい絵の方も調べていきたいと思います。親父、約束の代物だ。すごい、これだけよく集めたな。執念の賜物ってやつさ。何せ
どうしても飲みたかったからな。じゃあ余った分は買い取らせてもらうよ。毎度あり。よし、あとはお楽しみのティータイムとしゃれ込もうではないか。そう、この味たまらん。いやもうたまらん。どうだ、こんなうまい茶は初めてだろう。うん、確かにうまいし癖になる。毎日飲んでいたというのもうなずけるな。この味は思い出させてくれる。師匠と飲んだ日々をな。どんなに厳しく叱られた後でもこの茶を楽しむ時間になると優しくしてくれた。今は師匠のおかげで学者という身分だが、一番最初に習ったことはこのお茶の入れ方だった。この茶の入れ方はいわば師匠直伝の味だ。それ以来我がラズロー家で常用するようになったのだ。こいつをマスターするのも苦労した。あの頃も今と変わらぬ大雑把な性格だからな。でも彼女は辛抱強く我が輩に向き合ってくれた。まったく立派な人だ。師匠にはもっと恩返しすべきだったと思う時がある。だがそういう後悔をする時は大抵取り返しがつかないと相場は決まってる。なあエルヴィス、もし昔に戻ってやり直せるとしたら、その後悔をしないために師匠の前では聞き分けをよくするか。いや、やはり生意気な弟子のままだろうな。この性格が治るとは到底思えん。それに師匠の困り顔はなんというかチャーミングなんだ。それを拝めないなんてもったいないだろう。さてと、教習に浸るのはここまでだ。思い出話に付き合わせて悪かったな。いや、面白かったよ。また昔話を聞かせてくれ。もちろんこのお茶も一緒にな。あ、そうしよう。しゃあ、さて、そしたらその怪しい絵を調べていきましょう。そっち側か。まずこれね。はいはい、もう一箇所。あれ、この間あったっけか。これが最後の絵のようだな。こんなところに入り口があったとは。いや、隠してあったと言うべきか。どうやら大樹の枝につながっているようですね。よし、では行くとしようか。どれどれ。どうでもいいけど宝箱1個どこなのかな。いい景色だけど。何？ダンジョン？
やはりここがあいつの拠点らしいな。こんなところにも絵が描かれている。何か文字が書いてあるぞ。私の過去、嫌な思い出ばかり。裕福な家に生まれたけど、両親の愛は冷えていた。広い館でずっと一人。たまに外に出たらバカな人たちばかり。世界は冷たく青かった。幼い頃の思い出か。また随分と寂しい子供時代だな。裕福ながらも孤独か。まあ同情はするが、バカな人たちばかりとはな。ああ、随分と見下した言い方をするものだ。うん。データを収集していきましょう。先手を取ったぞ。どうするの？やっ！力がみなぎる。はっ。虫眼鏡ないな。楽勝だったな。なんだなんだなんだ。みんな気をつけろ。うまくいった。平気だ。そんな魅力。倒れなさい。ああ、後ろに倒しなかったな。力が溢れる。次だ。よし、やるか。俺も倒しちゃった。いけるじゃないか。やあ、大丈夫ですか。おい、危ないところだったな。さて、次は誰かしら。覚悟なさい。我が輩の番だな。よし、聞いてるぞ。やあ、裏切る。みんな、怪我はないか。ここにも絵がある。絵筆を取った時、私は目覚めた。優れた才能に恵まれ、自由に描けた。でも理解できない凡人、妬む者ばかり。私の価値を誰も認めようとしない。誰とも自分の生む美を共有できない。本当にイライラする。さっきの絵もそうだったけど、随分と自分勝手な人のようね。好きなものに巡り合ったというのに、何も変わらなかったのでしょう。その心も考え方も。うん。で、この先はどこから。ああ、そういうこと。そんな隠し的なね。ってことは、なるほど。あ、こいつチェックしなきゃ。これだ。さあ、覚悟なさい。吹き荒れよ。やっ、私の番ね。次は誰かしら。力が、よし、溢れる。気を抜くな。
どうするの？やっ、行くわよ。うまくいった。会心の出来だわ。力が、次だ、見上げる。もう十分戦えます。実に興味深いな。よしよし、アスタリスクを得た喜び、あの旅人からもらった希望、綺麗な女の人だった。私の絵は人の心を動かし、思いのままに操れる。私の才能はさらに飛躍する。歓喜の赤、興奮の赤。旅人からアスタリスクをもらった？しかも女性か。カストル王子と同じだな。そうね、うん、どうした、グロリア。青い絵の具は研究所から、黄色い絵の具は森の木から。ではこの絵の赤い絵の具はどこから？確かに、なんだろう、この絵を見ていると気持ち悪くなってくる。我が輩も嫌な予感がする。先を急ごう。うん、ワープとセーブポイントが。はい、じゃあとりあえずここで一旦一区切りにしましょうか。この先でね、一体何が待ち受けているのか、まあね、この絵を描いた、そしてこの絵を使って人々を惑わせている力を持っている存在がこの先にいるみたいです。はい、まあそんな感じでブレイブリーフォルス実況プレイパート39、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。